こうした根拠のない過大な見積もりに基づく浪費がどんな結果をもたらすか私たちはすでにカズサ・アカデミア・パークの破綻でそれを経験してきました私どもの指摘にもかかわらず無謀な開発を続け結局県民に多大な損失を押し付けることになりましたしかしそれでも県はその都度最良の判断をしてきたなどと反省もなく 事業を継続していますすこの点ででは筑波エクススプレス沿線開発も同様です先日現地を視察してまいりましたが無謀ともいえる開発は当然のように遅れに遅れています柏北部中央地区も運動公園周辺地区も当初計画では今年度完了の予定でしたが進捗率は 事業費ベースで見ても、それぞれ30%台です。2022年度へと施工期間を12年間延長しましたが、それで完了できると本気で考えているのか伺います。区画整理事業への県負担は、すでに2009年度までで80億円を超えています。施工期間の延長によって、負担総額がさらに膨らむことはないと約束できますか 将来のためにしっっかりと伺っておきます都市再生機構 UR はこの間、総事業費を大幅に圧縮したり、あるいは保留地面積を増大させるなどして、保留地の処分単価を思い切って引き下げました。柏北部東地区の場合、平米当たり17万1700円を13万2000円に引き下げました。総事業費も 六百二十億円から五百一億円へと圧縮しています。周辺地下の下落に歯止めがかかっていないからです。ところが千葉県はどうか。柏北部中央地区の保留地処分単価は相変わらず。十七万八千百円です。駅前が予想上回る高値で売れたと言っても。残り約三十ヘクタールを平均十五万円程度で販売しきらなければ。 資金計画に穴が開きます現地を見てきましたが、駅から約1キロ、開発区域と道路1本挟んだだけの、大室、麻生、昇連寺前の基準地価は、昨年7月の調査で9万9千円でした。道路1本で平米あたり5万円以上も高い値段の土地が果たして売れるのでしょうか。ご答弁ください。柏北部中央地区の場合、 事業費の63%、609億円を保留地処分で賄うことになっているのですから、ことは深刻です。地価がさらに下がり、土地が売れないということになれば、その穴埋めにまた貴重な県費が使われていくことになります。県は土地は予定価格で全面積を売り切ることができる。保留地処分で穴が開くことはない。県が 穴埋めめのの負担をすすするここことはないいう言い切れますかこれままかも将来のために伺っておきますしっかりお答えいただきたい。一旦始めた事業だからと、固執することなく、状況に合わせた柔軟かつ大胆な見直しが必要です。幸い現地には、まだ手がついていない土地が残されています。これ以上傷を大きくしないうちに、開発区域の縮小など、 計画の見直しに着手すべきです。お答えいただきたい。筑波エクスプレス沿線開発についてお答え申し上げます。柏北部中央地区と運動公園周辺地区につきましては、施工期間を12年間延長したが、それで完了できると考えているのか、というご質問でございます。柏北部中央地区および運動公園周辺地区では、 社会経済情勢の変化や事業進捗等を踏まえ平成21年3月に事業計画の変更を行いまして事業期間を延伸し平成34年度末までとしたところでございます県ではこの事業計画変更に合わせ投資効果が早期に発現できるよう段階的な整備計画を策定し平成29年,9年度の改正平成34年度のか完成 に向けて事業を推進しているところでございます今後とも地元市と連携強化を図りながら知見者の協力のもとより一層のスピードアップを努めていきたいというふうに思っております次に、えー、見直した計画以上に負担総額が膨らむことはないと約束できるのかとのご質問でございます今後ともさらなる事業費の縮減とともに 新たな補助金の導入など必要な財源の確保を図ることにより現事業計画の実現に努めてまいります柏北部中央地区の保留地処分価格は金傍の基準地基準地価と価格の開きが大きいけれどもこの価格で保留地が売れるのかとのご質問でございますが柏北部中央地区では事業計画の変更にあたり 保留地の処分実績や地下動向等を勘案し、平均処分単価について検証等を行っており、適切なものと考えているところであります次に、保留地を予定通り処分し、県が穴埋めの負担をすることはないと言い切れるのかというご質問でございますが、つくばエクスプレス沿線地域は、都心からの至近距離にありまして、 て良好な市街地形成の進展につれ宅地需要は十分見込まれるものと考えております今後とも経済情勢や不動産市標の動向を見極めながら適切に保留地を処分してまいりますこれ以上傷を大きくしないうちに開発区域の縮小等計画を見直すべき とのご質問でございますがただいまご答弁申し上げましたようにつくばエクスプレス沿線地域は都心からの至近距離にありつくばエクスプレスの1日当たりの乗車人員も県内5駅合計で開業時の3約3万5千人から直近では約7万2千人と2倍に伸びるなどポテンシャルが高い地域であることから現事業計画の達成に努めてまいります。